子だからちょっと動かないでね。ルーちゃまとすぐ離れるわけには。お外に行ったらほんなりしちゃダメだからね。じゃあワンニャン行ってくるね。ルーくんとお散歩行ってくるね。じゃあコンビニでアイス買ってきてよ。やだ、いいじゃん、ついでだろ。やあよ、人の多いところには行かないもんね。行ってきます。お気をつけて。ケチケチだもん。やあミュー。パパ、パパどうしてここに。今朝早くの飛行機で着いたんだ。ちょっとお邪魔させてもらうよ。パパ、パパ、いやー、日本のお茶はうまいね。紅茶やコーヒーも悪くないけど、日本人はやっぱり緑茶だよね。あれがミュウさんのパパですか。こら、見つかったら困んだろ。そこでじっとしてろ。ったく。茶舞台は日本の心だよね。あの、パパ、畳は日本の命、座布団は日本の魂だ。それよりパパ、ミユ、しばらく見ない間に大人っぽくなったんじゃないか。え、そうかな。そうじゃなくて。久しぶりだな、ミユ。新しい学校はどうだ。青春楽しんでるか。青春って、あの時差ボケでパパ少しハイなんだよね。はい、なんちゃってなんちゃって。そうなんだ。あのパパ、なんで急に日本に帰ってきたのかな、なんて。娘の顔に来ちゃダメかい。いい、全然 OK。 もう脳裏の裏まで焼き付けてって。おっしゃ。でもそれだけでわざわざ日本までってのも。あ、いやー、かなたくん、みゆがお世話になってます。あのお世話してます。いやー、大きくなったよね。小さい頃何度か会ったことがあるけど覚えてる。あー、いや、あんまり。だよね、だよね、まだ赤ちゃんだったから。あれ、そういえばさっき赤ちゃんがいたような。っているわけないよね。まだ時差ボケがあるのかな。いやー、お寺は広くていいよね。まずはトイレ。助かった。ねえパパったら一体何しに来たんだろう。わかんね。うーん、迎えに来たのかも。え、この前ミユのお母さんが来てミユのことを連れて帰れなかっただろう。だから今度はお父さんが。ないない、だってママ納得して帰ったもん。そうだよな。おい、リーグ、明日6月の第3日曜日は一体何の日でしょう。答えは父の日です。忘れないように印つけといてやるからな。パパ、それトイレのカレンダー。ねえパパ、ママは元気。パパ、うん、元気だよ。ん、おや、あっちにも部屋があるの。パパ、こっちが台所なのよ。え、でも早く早く。結構きれいにしてるでしょ。ちゃんとお料理だって作るんだよ。ミユが料理。お腹壊さなかった。壊しました。嘘。なんでそんなこと言うのよ。誤解されるでしょ。あながち嘘でもないんだけどな。どういう意味よ。あのサンマの消し炭は食い物だ。わー、何それ、わかんない。梅干しがどうかした。あ、いや、うわー、何か眠くなってきたな。ちょっと休ませてもらうよ。ちょっと、こんなところでホテル取ってあるんでしょ。いや、ここに泊めてもらえると嬉しいな。ミュウとも一緒にいられるし。おやすみ。本当に寝ちゃった。なんか変だ。え、もしかしたらミユのお母さんと喧嘩でもしたんじゃないのか。喧嘩？ないない、うちのパパとママ今まで一度も喧嘩したことないんだもん。どうやって喧嘩したらいいのかもわかんないんじゃないの。あ、はい。ミユ、私ママよ。ちょっと聞いてよ、もう信じられない、パパったらひどいのよ。ママどうしたの、パパと何かあったの。あったなんてもんじゃないわ。パパがあんな冷たい人だったなんて。ママ、パパったらどこ行ったのかしら。急に飛び出して。
パパならこっちに来てるけど。え？そうなの？何も日本に帰らなくてもいいじゃない。謝る気がないのね。徹底抗戦の構えね。じゃあパパとママ本当に喧嘩しちゃったの？いいわ、パパがその気なら私だって絶対謝らない。待ってママ。パパに伝えてちょうだい。どうぞごゆっくりって。そうかいそうかい。それじゃもう二度とアメリカには帰らないよ。パパ。だいぶ本格的みたいだな。うん。ミユのお父さん、このままずっとここにいるつもりかな？困るわよそんなの。早くママと仲直りしてもらわないと。そうですよね。私たちだっていつまでも隠れていられないし。そうそう。パニャ、何してんのよ。パパに見つかったらどうするの？ああ、カナタ後ろ後ろ。寿命が縮むわ。ルーちゃまも退屈してしまいますよ。部屋にじっとしてろったって。だよな。なんか作戦考えない。作戦か。作戦。作戦。あ、もう私やっていけませんわ。どうした？主人から私がご飯を食べると怒るんです。そりゃひどいな。丼10杯しか食べさせてくれないんです。もっと食べたいの？20杯くらい食べないとダメなんです。ちょっとワンニャ、大げさすぎるわよ。こういうのは大げさな方がいいんですよ。どうしたんだミユ？実はうち最近駆け込み寺みたいになってるんです。そうそう、ママから聞かなかった？あれどうだったかな。この奥さんもひどい目に遭ってたみたいで。相談に来たってわけなのよ。私どこにも行くところがないんです。ここに置いてくださいまし。それは構わないんだけど部屋がないからな。空いているのは奥の部屋だけなんだけど、パパが使うし。ん？ああ、僕ならいいよ。どうぞどうぞ。あら、そうですか。すみませんね。じゃあ、パパはミユの部屋に置いてもらうよ。いいだろ？それが今ちょうど試験中だから、夜勉強しなくちゃならないの。カナタも同じだし。ああ、じゃあ今でもいいよ。なんだったら廊下でも。そういうわけにはいかないわよ。人妻さんも気を使っちゃうし。赤ちゃんだって泣くだろうし、ここじゃゆっくりできませんよ。いや、しかし。パパはやっぱりアメリカに帰った方がいいんじゃない？そうですよ、早く仲直りした方がいいですよ。何が原因だか知らないけど。仲直りは早い方がいいですよ。素直に謝っちゃえば。きっと許してくれますよ。え？大成功。そうです。パパ、ママによろしくね。お気をつけて。パパは邪魔なんだね。パパ、アメリカへ帰るんでしょ？ママにはこっちから連絡しておくから。アメリカへは帰らない。帰るつもりはない。ママの方から謝ってくるまで。そんな、パパ。どうした？うまくいきましたか？本気かもしれない。え？パパとママもうダメかもしれない。え？あ、だっと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 。とにかく俺探してくるよ。なんか追い出したみたいで気になるし、連絡が入るかもしれないからミユは家にいてくれ。わかった。私も行きます。何が原因で喧嘩なんか。ああ、どうもすみません。失礼ですが、小月さんじゃありませんか？宇宙飛行士の奥様と一緒にアメリカへいらっしゃった小月博士では。はあ。
やーそうですか。宝生さんに頼まれてミユたちを。それはお世話になっています、山村さん。いえ大したことしてませんから。いやいや、親として山村さんのような方がいてくださるだけでどれほど安心か。それはそうと、どうしてこんなとこにいらっしゃるんですか。やっぱりお仕事か何かで。あ、はあ。ええ、お恥ずかしいんですが、売り言葉に買い言葉っていうか、つい弾みで、売り言葉に買い言葉と、お気になさらないでください。で、やっぱり引くに引けなくて。え、まあわかるわかるわ、そういうことありますものね。はあ。でも今は、なんとか仲直りしたいと思っている。そう？そうなんです。勢いで日本まで来ちゃって、ミユの顔も見て安心したから、そろそろ戻りたいなって思ってるんですけど。ダメダメ、まだ戻っちゃ面白くない。きっかけ？きっかけが問題ですよね、仲直りの。ええ。それが問題、それが。いっそ別れる？奥様のこと愛してらっしゃるんでしょ？はい。だったら大丈夫。お互いついつい意地張っちゃってバカみたいですよね、まったく。そんなに遠くまで行くはずないんだけど。そう、ミュウさん、見つけました。本当？どこにいた？商店街の喫茶店です。よし行こう。でもお一人じゃないんです。若い女性と一緒で、二人とも、とっても楽しそうに話してました。バカ。ミユ、ここで待ってろ、俺が連れてくる。私も行きます。パパ、ありがとうございました。父の日か。そういえば母の日はママ嬉しそうだったな。これミユがくれたのよ。はあ、あの頃が懐かしいよ。おじさん。ん？かなたくん。この味噌汁ミユが作ったのかい？美味しいね。インスタントだから。そういえばあの奥さんはどうしたのかな。旦那さんが迎えに来て仲良く帰りましたよ。そうなんだ、それは良かったね。そうだ、仕事のメールを入れるのを忘れてたよ。来週会議があるんだよね。あのおじさん。ん？なんだい、かなたくん。俺が口出すようなことじゃないけど、一度だけ電話入れてみてくれませんか、ミユのお母さんに。カナタ、このままじゃ良くないし、やっぱりちゃんと話した方がいいと思うんです。うん、そうだね。でもこの時間仕事中だと思うから、メール入れとくよ、電話くれるようにって。はい。私の部屋に布団引いたから。ああ、ミユ、いろいろと心配かけてごめんよ。うん。パパちゃんと話すから、ママとちゃんと。ちゃんと？ああ、ちゃんと謝って仲直りしないとね。何を話すの？ワーニャーの見た女の人のこと？ねえパパ。ん？ママの話して。え？ママの？何でもいいの、知り合った頃のこととか。うん、初めて会ったのは大学の入学式の日だった。ママとっても可愛くて、パパの一目惚れだったな。それから？しばらくして結婚して、ミユが生まれたんだけど、ミユって名前は二人で考えてつけたんだ。その頃のパパたちには夢がいっぱいあって、
今はまだ夢だけど、これから未来に夢を叶えようって、赤ん坊にもそんな風に育ってもらいたいなって。その頃のママの宇宙に対する情熱はすごかった。パパが地球物理学を勉強しようと思ったのもママの影響からだったんだ。なんとかママの力になりたくて、ママの夢を実現するためならパパ何でもしようと思ったんだ。ママの夢イコールパパの夢だったんだ。それは今でもこれから未来も。おやすみミュウ。そんなママとずっと喧嘩したままでいいの？になったら、もうそんな話にまでなってるの？あ、いや、もしもの話よ。もしそうなったら、私多分パパかママのどちらかと一緒に暮らさなきゃならないと思うの。となると、もうここに住むわけにもいかなくなるし、ルー君と別れるのは辛いけど、私だってここにいたいの。ここの生活にもせっかく慣れたし。でも、行くなよ。ここにいればいいじゃないか。それにまだ別れるって決まったわけじゃない。よく考えてみろよ、何が一番いいのかって。ミュウの両親にとって、それに俺たちにとっても。カナタ、こいつらの世話俺一人に押し付けるのか？そういうことっすか。何が一番いいのか。ああ、パソコン出しっぱなしだった。パパ、パパはやっぱりママと暮らさなきゃダメよ。ママと仲直りして。ミユ、何が原因なのかわからないけど、今まであんなに仲良かったじゃない。だから。うん。どうしてなかなか出ないの？電話欲しいってメール入れたのパパの方でしょ？ああ、ごめん。ちょっと手間取ってて。まだ怒ってるの？だから意地悪してるわけ。意地悪？違うの、ママ。私が余計なこと言ってたから。ミユ、これはパパとママの問題なの。はい。ミユを味方につけたの？だから真っ先に日本へ飛んで帰ったわけ？そんな言い方はないだろ。私がどんな気持ちでいるか知りもしないで。パパはやっぱり冷たい人なんだわ。そっちの方こそ自分勝手じゃないか。僕のことなんてどうでもいいんだろ。ひどい。本気で言ってるの？本気さ。前々からずっと思ってたんだ。電話なんかしなければよかった。お互い、もっとよく考えた方が良さそうだな。もう顔も見たくない。どうしてあんなひどいこと言っちゃったの？こんなこと言うつもりじゃなかったのに。バカバカバカ。せっかくママの方から電話くれたのに。今の画面、うちの本堂が映ってた。え？ミユのお母さんの後ろの方、うちの本堂の屋根が映ってた。ママ！ママ！ママ！どこだ！ママ！お願い返事して！まだ近くにいるはずだ。うん。ママ！どうしてあんなこと、謝るつもりだったのに。ママ！ママ。パパ。ママ、どうしてここに？パパが日本にいるって分かったら安心して、そしたらいても立ってもいられなくなって。ママ。ごめん、ママ。僕が全部悪かった。私の方こそパパにあんなひどいことしてごめんなさい。パパの分の梅干しまで食べちゃって。いいんだよ、梅干しぐらい。ね、
つい我慢できなくて。僕こそ大人げなかったよ。あの紀州の田舎漬け梅干しはアメリカでは手に入らないものね。もっといっぱい持ってけばよかったね。パパ、ママ、梅干しぐらい電話してくれれば私が送ってあげるわよ、いくらでも。あ、そっか、盲点だったわ。この人たち本当に NASA に選ばれたのかしら。お土産に梅干しいっぱい。お騒がせしました。へえ、じゃあパパが会ってた女の人ってみかんさんだったんですか。そうよ、ちょこっとお化粧してたけどね。へえ、お父さんたらすっごく真面目な顔して聞くの。ママと仲直りするにはどうしたらいいでしょうって。もうかわいいやらおかしいやらネタにされるわね。首突っ込むだけアホらしいと思ったけど、あんたたちはすっかり振り回されたってわけね。もしもし、あ、親父？え、父の日？何それ。あ、パパからだ。今回は心配かけてごめん。でも久しぶりにミュウの顔を見ることができたし、いろいろ話もできたのでとても嬉しかったよ。漫画家の山村さんにも会ってミュウが頑張ってること聞いたし、たまにはママと喧嘩するのも悪くないかな。あら、何かしらこれ。ミュウからだ。ミュウはパパとママの大切な大切な娘だ。パパたちはいつでもどこでもミュウのことを思ってるからね。お前今日も変だな。まいったな。下駄箱にラブレターなんてね。誰かの下駄箱と間違えたんじゃないのか。次回のダーダーダ。俺の話聞いてる。ちょっとカナタ邪魔しないでよ。次回のダーダーダーは謎の少年ヤボシセイヤ。のんきに参ってる場合じゃないよ。本当に大変なことになってるみたいだよ。俺はちょっと拗ねちゃったぞ。